はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。二階級降格を受けた、えー、元横綱白鵬、宮城の親方。そして、えー、退職勧告、引退勧告ということで、えー、引退をした、えー、北西鵬。でね、まあ、この事件で、その宮城の部屋の力士及び、まあ、その白鵬、 元白鵬もですね、外出禁止という,う指導を受けてるんです。まあ何を起こすか分かりませんからね、謹慎中に何かしたら大変なことになりますから。で、ところがね、えー、大体ね、これね、病院通いとか買い物以外は外に出たらいかんという、まあ禁止例が出てるわけですね。ところが、えー、この宮城の親方、元横綱の白鵬はマスクをして、えー、外出をしたと。 いうことが報道されています。これがね、病院なのか買い物なのか、クエッションっていうような状況なんですね。で、白鵬がまあ病院に行った、行く用事はないだろうし、買い物とかね、まあそう考えるとね、まあ簡単に言うと宮城の親方が、えー、外出をする用事はほぼないであろうと一般的に普通考えるとね、 ところが、えー、マスクをしてね、外出してる姿をキャッチされてるんですよ、週刊誌に。で、一体どこ行ったんだろうと。で、この、えー、僕はね、まあ、個人的にはね、あの、その、外出禁止令が出て、それを、まあ、弟子は守るでしょう。で、これをね <laughs>、 あの、大横綱と言われてた元横綱の白鵬、宮城の親方がね、守るとはね、僕あんまり正直思えないんですよ。ほんで、まあ、週刊誌もね、ベタ好きでね、週刊誌か、まあ、新聞しかわかりませんけどね、あの、白鵬が外出してる姿をね、マスクして見てるわけですよ。ほんで、あのー、これはひょっとするなと。つまり、 もしかしたら白鵬は誰かに相談をする、今後のことを相談するために、外で密会をしたのかあるいは、ええ、まあ、他の用事で出たのかまあ、外出をするっていう、その、禁止令が出てるにもかかわらず外出をしてるっていうのはもうすでにキャッチされてね、写真まで出てますから、これは紛れもない事実なんですよ。それがまあ、病院であったり買い物だ。買い物なん考えられない。 何を買いに行くんですか病院どこ行くんですかと。でね、これは、もしかしたら、この外出をしてることが、え、相撲協会が問題視する可能性があるなと。で、これ完全にね、もう例えば、えー、宮城の親方もう開き直ってね、あ、もう相撲協会いいやと。やめて別のことしよう。もう夢破れた。っていうふうに、開き直ってる可能性も非常に高いと。 でね僕ね、あのー、このその週刊誌とかでこの写真をキャッチしてるとことか見るとねあの反省をしてるっていう、ね、イメージが全く僕にはもう見えません。でむしろねその現役時代に何回もねいろんなことをしてこう、えー、し処分受けたりこう注意されたりしてても何回も同じことを繰り返ししてますよね。でこれってねあのー 悪いことしててもね、た仮に悪いことしててもね、本人が悪いことと思ってなかったらね、これで治らないんですよね。だから、もしかしたらね、この、あの白鵬の外,派外出が問題になって、完全にまあ、教会がね、思ってる、まあ、要は思ってるかどうか分かりませんが、自主退職に持っていく道筋の、もう、スタートが切れた、切ったのかなと。で白鵬はもう えー、反省どころかもう相撲協会を去る準備に入ってるのかなということが私はすごくあのー、感じました。でね、やっぱり外出禁止って出たらね、あのー、結局、あのー、週刊誌が外で待ってるわけですからね、出ちゃダメなんですよ。だからもうね、これ、申し訳ないけど、僕はね、宮城の方はね、 反省をしてね、今回本当に悪いことしたんだなというね、意識はね、僕は足りないんだと正直思います。で、これは現役時代から続けてきた甘やかしの現れじゃないでしょうか。